コラボス関西百名山ワウワウ。はい、時刻は7時4分です。改めましておはようございます。今日はここじゃん大門坂駐車場前にやってきております。ここ大門坂のバス停で下車いたしました。今日はここからいよいよ関西百名山第83座烏帽子山に向かいたいと思っております。今日の行程中7時間ぐらいの予定です。やたがらそうおりますね。親玉ちょっと映してみましょうかね。親玉どうぞ。日出てきましたね。今日晴れですね。暑なりそうですね。親玉どうぞ。はい。大門坂です。大門坂ですね。やたガラスに行きます。違いますね。違いますね。烏帽子山に行きます。烏帽子山行きますね。はい。で降りてきてから夏の滝とか青岩土地お参りして帰ります。あ、はい。それでは行ってみよう。今日も元気に行こう。はい。朝です。ああ、潮風がすごく心地いいしね。で、あそこの蛇口温泉水出るんですよ。右側ひねると、なんか口ゆすぐのにも温泉の香りがね、ふわっとしてね。ああ、旅に来たなーって感じしますね。時刻は5時35分になろうとしております。本日の天気です。これやってるのかな。おはようございます。あ、ぽいね。こっちから来ました。はい。多分これです。ここまで何の案内もありません。きっつ。この坂でもうすでにだいぶやられましたけどね。ぎえ、マジか。ここにテープがあるんで突撃したいと思います。うわ、ちょっとズボン下ろすわこれ。すでにしんどい。湿度がやばい。昨日よりさらにやばい。暑いし、急やし。湿度高いし、汗の量が半端じゃない。いや、結構ね、道がね、荒れてることもあるし、何せこの湯煙かっていうぐらいの霧、いやー、これはなかなか体力そがれるね。これはね、しんどいわ。すごいわ。湯煙。湯煙。湯煙って感じやろ。温泉地。ああ。湿度150%ぐらいの感じよね。ムシムシ。はい。よいしょ。よし。口に虫入ってきた。風呂上がり並みに汗かきます。神秘的。ああ、いやー、まあ季節が選べるんなら秋口の方が快適じゃないですかね。うん。ちょっとでも爽やかな風が。うん、そうやね。ちょっとだけ抜けるようになってきた。テープを探せ。うん、どこでも歩けてしまう山はな、ぼーっとしとったらやばいね。ありがとう。大喰峠。8時18分。531メートル。休憩。休憩するとこないで、でもこれ。行く。うん、行こう。よし。大喰峠か。下んねんな、これ。そやな。まあ山やからな。うん。登り一点通ってわけにはなかなか。つまり帰りも登らなあかんってこと。そうや。ああでも気持ちいい。ようやく風抜けるわ。うん。ああ。テープはないけど登れはする。うん。上らへんがコースやと思うわ。あ、ほんま。ちょっとずれてきた。うん。何をどうすんねん。壁ですけど。こっち向かってどう歩くねんみたいな。行くわ。いってらっしゃい。一応山頂もうすぐな感じだから。まだまだやで。まだまだや。うん。ああ、また下ります。はい、しかも激下りやで、これ。あの辺テープ見えてるんで、方角終わってるみたいですね。純吉岩を制す。こっから登ったわけじゃないんですよ。下から見るとすごい岩よね。おー。うまいことこう木が立って、もうね。この山急すぎてね、登るのはいいけど降りれるのかちょっと怖いな。やばい、勾配やばい。もうほんまにこんな。この先も結構やばい。頑張ります。はい。また下ります。激下りやなまた。はあ、厳しい山やねこれ。これね。帰り降りれるんかなってちょっと何だろう。降りくり登ったわよけど。ジャンボ。今日の美味しいコーヒービート。すごい美味しい。コンビニでゲットしたコーヒービート。はい。またか。何べんこんな場面みたいやろな。しゃあない。はい、ああ、あとテープ。マジか。うめくわ。いやー、なんかやっと山頂がちょっと近くなってきたのかなっていう様相になってきた。で、日が当たってキラキラしててね、苔がすごい綺麗やで。しかしこの山きついわ。でかい岩やな。はい。いやもうほんまに巨石群っていう感じやでこの山。多分こっちやで。ごいでかいよ、ほんまに。あ、テープあるよ、前に。正面。ロープ全部信じる。もうね、全力でロープを信じます。足かける場所がめっちゃ限られてるんでね。お、こいしょ。あ、こんなに苦労したらそんなないんじゃないですかね。恐怖感じましたね。時刻は10時15分、距離は4.2 キロプラスアルファ。ホラポス関西百名山第83座烏帽子山、多分こっちですね。これですわ。立ち上がりました。日本百名山なんですかね、これ。新日本。新日本。ちょっと残念ながらなんかあれなんも見えんって感じの山頂なんですけどね。まあちょっと感慨深いですね。ちょっと休憩したいと思います。はい、10時25分、さっさと下山します。いやー、これね、無理くり登ってきたけどね、ちゃんと下山できるのかだいぶ不安になる傾斜具合やったんでね、なんせこれほんまにスリッピーなんですよ。落ち葉が濡れてるしね、まあ無事下山できるように頑張りたいと思います。はい、ちょっとね、山頂からの眺望なかったの残念なんですけどね。はい、俵石高田方面へ行きます。ピストンじゃなくて軽くループすることにしました。次はいい道でありますように。いや、こっちのコースの方がね、テープの間隔が短いから安心していけるね。今んとこな。やけくそ。ほんまやけくそ。こんだけこけたら一緒や。やけくそ。足場がね、遠いのよ。真っ白。見事な真っ白。むしろ真っ白も行けなさそうだね。高田方面。ちょっと涼しいね。なんかさっきまでピーカンやったのに、なんか待ったの。まだな、雲の中入ったんちゃう。なあ、霧の中。いい道。なんかまたワイルドになったね。そしてまた湿度が高くなってきた。高くなってきたね。風が抜けなくなってきた。こんにちは。10時24分。はい。5.8キロ。右です。はい。これは無理やで。うん、これは無理やね。ほんまはどうなん？あっこやな。ってことはあっちにテープあるわ。どこ？あの先。あ、あれ？うん。あ、そこだ。うん。よくわかんない。こう降りられへんここ。ちょっと高いけどな。高いな。やる？ちょっと降りれそうってなんか。あ、でもやってやれんことないよ。やるか。これをやるのが一番手っ取り早い。うん。うわなんか怪しそうな橋やで、これ大丈夫かな。さっきのベッキーやったからね、あんまり通りたくないな。そうやな、下にしよう。これなんか落ちそうでしょ。落ちそうな気がして仕方がない。石垣？これも、石垣がね、さっきから点在してるんですよね。苔がすごいよね、これ。生き生きしてる。苔。あ。あっちも全部やで。ほう。うまいね。面白かったんかね。どうなんやろう。那智三条。テープあるわ。すごいな、なんか、石の苔がなんか。もうすぐ大喰峠にぶつかる地点かと思います。こっちの下山に使ったルートは水場がすごい近くって、なんかな、神秘的な雰囲気やね。りゅうちゃんはルートファインディングに必死なので、撮影隊を免除してほしいということだったので、撮影隊準吉に変わっております。現場からは以上です。もう倒木に苔むしてて、倒木がなんかなんちゅうの、これ木の畳。なかなか他では見たことない風景。すごっ。どうですか、りゅうちゃん、元気ですか？あ、疲れた。もう結構あれよね、序盤から湿度高いし、でも今こっちは結構風が抜けるからまだ、うん、マシかなって感じします。まあ、だいぶね、疲れましたね。無事に下山したいと思います。なんだって木と岩が、これね、これを突っ込んではったんですよね。何言ってるかわからんかったと思いますけど、木と岩が一体化してるらしいです。強烈に足場が悪いです。あとちょっとなんやけど、なかなかただでは大喰峠まで行かせてくれません。よう滑ります。滝がね、もうあとこんなちょっとの流れになってきました。いやー、なかなかほんま、一筋縄でいかん山やね。テープ。はい、何時ですかね。12時37分。12時37分。ちょっと遠目にはね、これ木に隠れて見えにくかったんですけど、大喰峠右っていう人工物が見えて、もうすんごい安堵しましたね。人工の立て看板がもうね、限りなく道なき道でしたわ。もうどこをどう歩いてんのかわけわからへん。もう道じゃないねんこれ。はあ、はあ、しんど。まあ、とりあえずこっち方面に行くともうすぐ来た道とぶち当たって峠になるんかなという感じですね。あ、大丈夫かなこれ。12時45分、 8.2 キロほどですね。大喰峠やばかったな。いや、もうちょっとほんまにね、道なき道もいいとこやったね。どうですか、でも感想。ああ、帰られへん思ったらやばかったな、ちょっとルートをそれたかと思ったら、これ無理やろみたいな崖っぽくなったりとか、もうほんまにルーファイに神経すり減らしたね。いや、お疲れ、親玉、はい、撮影隊変わります。まっすぐ、まっすぐ、はい。こっから来た道。こっから来た道も大概しんどい、知ってんね。頑張ります。はい、来た道を戻っております。いや、もうほんまにこんなに。なんだろう、消耗した山はほんまに久しぶりやな。初期のこの六甲山ばりに緊張した。体力も精神的にも疲れたな。いや、ほんま道なき道シリーズ拡大版やったな。拡大版なあ、何回こけたかわからんぐらいこけた。黙々と下山中。黙々と下山中。もう疲れすぎてしょうがない。この道で合ってるという安心感。ちょっとふと気を許すと、これもう道やん。気を許すと、おお、危ない危ない、こんな感じになってるんですね。どこかわからんとこを歩いてるって、どこここみたいにならへん安心感。もうね、放心状態。疲れたわ、今日。疲れたな。疲れた。何時間もかけてまだ帰らなあかんねんからな。言うなよ。電車で。言うなよ。いや、もうね、下山さえてしまったら、あとは黒潮が連れて帰ってくれるわ。街が見えてきたよ、皆さん。もう遭難するかと思ったよな。もうマジで遭難するかと思った。ちょっと、なんちゅうの、原生林並みの倒木とあれやったよな。だって木に苔むしてるってことは、もうあれ倒れたままもう何年も経ってるってことやろ。なあ、あれ放題。もうなんかラピュタの世界やったな。あったんや、エゴシ山へって。うまいな。こちゃん、これだった気するよ。やっぱり時刻ですね。1時37分。距離は、9.7 キロ。でも途中こっからスタートしたからね。ちょっと疲れすぎてちゃんと喋られへんわ。もうほんまに、いや、もうほんまに人心地や。これよかった、神様ありがとう、無事下山してくれて。もういろいろドロドロ、ちょっと痛め。お主を許す。あ、許す。罰を与えるちゃうん。よかった。ヘロ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 やな。あ、疲れた疲れた、腹減った。はい、夏の滝見て西岸都市行って帰ります。はい。Beware of snakes. Be aware of snakes. Oh, snakes! Snakes. Look carefully. Oh, yeah, I saw two. Whoa! Wow! So look carefully. Thank you, thank you. ヘビがおったのか。うん。でっかいの2匹持ったらしい。ヘビよくおんねんな。うん。ほんまね、昨日山行かへんかったらこっちを先来よう思っとったんやけどね。ちょっと2座行ったからね。今日になりました。はい。何をしててもしんどいな、これ。足が言うこと聞かんわ。ちゃいます。下山後のリンゴジュース 100% ジュースがめちゃめちゃ美味しかったっすよ。ね、染み渡ったね。蒸し暑い山なんでね、ちょっと暖かい季節に行くときに多めに水積んでいくことをお勧めしますね。水不足で参ったよね。ね。うん。立派。樹齢800年。うん。世界遺産の道です。中辺地です。よろよ。海や。海や。海。いや。もうすぐ山を取ってもね。石段がなかなかしんどかったね。あ、これだね。じゃあお邪魔します。くるくるなってんの可愛いよね。なんていうのこれ、なんとかっていうの、もう出てこへんわ。ここで写真撮っとこうや。ここでいいね。どうしても真下から見たかったんですよ、これ。満足そうですよ、よかった。うん。見張り寿司定食。何それ。はい、見張り寿司定食来ました。めちゃめちゃ美味しそうなんやけど。300円。お醤油が。お一つどうぞ。はい。旅の醍醐味。いただきます。見張り寿司とマグロと。串カツ色気だね。味噌汁が美味しいって書いてたよ。ほんまや、ようだし効いてるわ。で、どうしろ何からいく？いや、どうしよう。いやでもマグロ。わさび、普通のわさびや。うん。朝もうちょっくらい食べたけどやっぱ美味しいよ。美味しそう。じゃあリュウさん見張りどう？歯に挟がらずに食べれるかな。挟がるやつ。挟がるな。中にもね、目張り入っとった。いけるか、いけるか。おいしちゃった。おいしい顔いただきました。ふわっとしてる。ゆったり巻いてくれた。こんなあったかい目張り寿司食べるの初めて。あ、そうやな、お釜から出してね、あれしてくれてたからね。美味しいです。いってみます。いただきます。そこにね、中に入れてくれてるの。なんだこれ、目張り。目張り。目張り。目張りって葉っぱ。え？メハリっていう葉っぱ。後で調べる。ここにテロップ流します。うん、ほんまやね、ほかほか。あのね、あのめはり寿司のお店はね、めはり寿司ってこういう食べ物やったんやっていうぐらいね、めはり寿司が美味しくってね。初めて食べためはり寿司。いやいやいや、だからもっとぎゅうぎゅうに固く握ってやって、で、あの芯にもう一個刻んだめはりが、あの高菜が入ってたんよ。あれが飽きずに食べさせる感じでね、すごいこだわってるのがよく分かった。普通噛み切られへんぐらいやもんな。噛み切られへんぐらいでも大きい高菜でやってやって、もう高菜自体にこうさっと醤油だしをくらしてあって、もうとにかくこだわって作ってやるなと思った。で定食にしても串カツ、マグロちょびっと、でめはり、味噌汁、辛すぎない味噌汁で、ご飯ほかほか。ご飯もほんまにあれ、ご飯はなかったか。ご飯ないな。いやーねー、程よくこのこってりしたのとさっぱりしたので食べれるように作ってあるなっていう感じでしたね。美味しかった。んで奥でね、その座敷4人分の座敷で、女性4人が宴会風にしてはったんですよ。それでトマトめっとその切ってる様子が見えたんやけど、すっごい美味しそうなトマトやなと思ってトマトこっちも食べてと思って、いろいろ居酒屋風に使わせてもらいました。いや、おすすめですね、はい、あのめはり寿司2代目、もうすっごいいいお店でした、はい、楽しかったですね。全体的に今回の産業はどうやったんですかね。うん、昨日の2時間で終わった嶽の森山、あれが2時間で楽勝やと思いながら登ったんやけど、すごいスリリングでね、でもあれが実は今日の烏帽子山よりも感動的な景色を見せてくれたかなっていう、皆さんにもしおすすめするんであれば、逆に北から登って南で降りるのをおすすめしたいかなっていうふうに思いましたかね。今日の烏帽子はね、今日の烏帽子は結構辛かったかな。もうちょっと涼しい時期やったからもっと良かったんかな。何せ湿度が高かったしね、ほんでちょっと心癒される景色がね、ちょっと煙ってたから見えなかったんですよね。晴れてたら見えるもんなんかどうなんかもちょっと分かんないですけどね、ほんで恐怖を覚えるかぐらいの道の分からなさ具合でねもう遭難したかと思った。もうやばかった。もうほんまにこんなにすり減ったのは久しぶりだっていうぐらいすり減った。これ一人やったら泣いてた。もうりゅうちゃんがいてくれたからね、ちょっとずれてんなとか言いながらあれやったけどね、まあでも楽しかったですよ。終わりよければ全てよし、これ自宅会の夜11時ぐらいになるかと思いますけど、無事終わってよかったです。りゅうさんにもちょっと聞いてみますよかね。上手に喋れるかな？うるさいわ。かな？どうかな？まあ今日はほんまね、もう遭難したかと思ったね。遭難？遭難。変えられへんかな、もうさ。ね、私に GoPro 渡すときは相当切羽詰まってる時なんですよ、いつもね。GoPro なんか撮ってる余裕あれへん。余裕ないね。地図一生懸命見てなあかんのに、地図は見なあかん、GoPro は撮らなあかん。大変や、俺。俺大変やな。2人揃って何回こけたかわからんぐらいこけたな、よう滑ったしな。無事帰ってきてよかった。うん。そうやね。食べ物は美味しかったんかな。美味しかった。めはり寿司最後良かったね。一番美味しかったのは何だったんですかね。めはり寿司ですかね。めはり寿司。もうね、一番直近の記憶しかないんでね。昨日のそうめんも美味しかったよね。はい。はい。美味しかったです。ではまた次回元気でお会いしましょう。以上、まったねー。